新型コロナウイルスでちょっと疑問に思っていることっていうのを聞いておりまして、何かありますかね。症状がどれくらいこうひどくなるのか、あの普通の風邪みたいなのか、まあ、そういうところはやっぱ気になりますね。風邪とコロナウイルスとあの症状が余計わからないですよね。まあ、コロナウイルスの方があの明らかに一般的な風邪に近い、場合によってはほとんど症状がない患者さんもいらっしゃいますので、そういう点ではですね、症状から発見するというのは難しいと思います。一番はですね、発熱ですね。それからまあもちろん、くしゃみ、鼻水といったようないわゆる風邪症状、まあ、喉の痛みもそうですよね。病気で分類するとやっぱり風邪の一種ということに、まさにその通りです。今後ですね、どういう形で終焉していくかわからないしても、新型コロナが、いわゆる普通の風邪としてですね、今後存在していく可能性は十分あると思います。